青葉くん、ちょっと配達をお願いしたいんですけど。あ、手伝います。青葉くん、大丈夫ですか？すいません、ちょっと立ちくらみが。座っててください。こっちは大丈夫ですよ。よいしょ。ん、どうしました、青葉くん？いえ、すげえなと思って。いやいや、そんな。お掃除、お掃除。ああ、凡人くん、奥の方をお願いします。奥、奥。そうそう、それでですね、この品物の配達をお願いできますか？昨日の夜中にお客さんから注文が来てたんですけど、速達指定なんです。もうすぐ仕入れ先の業者さんが来るから、私は店を離れることができなくて。すみません。大丈夫ですよ、すぐ行ってきます。お願いします。
この道入った方が早いんだっけ。ああ。よ、アオバ。よし。やだ、もうゴーテクさんから。でもそういうところも好き。お、青葉じゃねえか。おっす。ここにいる。おお、そうか。あら、こちら宝崎さんのお友達。ああ、幼なじみだ。あら、そうなの。この方が。なんだよ、どうしたお前。何が。具合悪そうじゃねえか。な、別になんともねえけど。そうか、ならいいけどよ。
これから配達か？そう、誰かさんと違ってな。あ、別に光沢さんは遊んでるんじゃないのよ。そうよ、今だってお仕事の途中で送ってくれてるだけなんだから。まあそう言うなよ。確かにこんなに可愛いお嬢さん方と一緒じゃ仕事も手につかねえからな。光沢さんったら。スエゼン食わんは男の恥だよな。その通り、女はこの世の宝だ。柔らかいし優しいし、男を包み込んでくれる。だから大切にするのが男の義務ってもんだ。そうだろう？もう死んでもいい。それじゃ、俺そろそろ行くわ。あら？ちょっと待って。ねえってば。ここ、ほらやっぱりゴミがついてる。あ、どうも。さすがだな、気の利く女は好きだぜ。あら？あなた、よく見たら髪が長いのね。あら、ほんと？気づかなかったわ。なんかかわいい。女の子みたい。ちょっと何なのあんた、失礼じゃない？悪い。女に手あげておいて悪いで済むと思ってんの？まあまあまあ、ちょっと待てって。俺が代わりに謝るから。ごめんな、この通り。でも実はこいつ、あんまり女と付き合ったことねえんだよ。だからお嬢さんたちみたいな可愛い子がそばに来るとどうしたらいいかわからなくなっちまうんだよな。ここは俺に免じて許しちゃくれないか。まあそういうことなら。そうよね。なんだよ、どうした？いい男だから見とれたか？言ってろカーバ。ちょっと、光沢さんに向かってカーバとは何よ。それじゃ、もう行くから。おう、気ぃつけてな。なんか急速に腹が減ってきた。
このまま放置すれば約1時間後に二酸化炭による胃痛が起きるだろう。何それ、俺の胃荒れてんの？昨日の食事が影響している。あとは睡眠不足の影響も多少ある。ああ、ヨシエさんの。うん？アーバ。え？なんだここ。ライムフィールドセッティング中。ライムってあのライムか。アオバ、無事か？なんだよ、何がどうなってんだ？つか、なんでお前その姿なんだよ。ここではオールマイトはオンラインモードの状態で反映されるようだ。オンラインモードって基本的にライムで使うやつだろ。俺お前のその姿設定画面でしか見たことねえし。つか、さっきアナウンスでライムとか言ってたんだけど。そのようだな。ただ地図上の現在地はここへ来る前と同じだ。ライフフィールドセットアップ完了しました。フィールドを展開します。アーバ！なんだ今の。アオバ、ここはライムのパブリックフィールドだ。俺たちはライムに強制的に引きずり込まれたようだ。はあ？そんなことって。アオバ、何か来る。もうライムは始まってるってことかよ。この度は、この度はお越しいただき至極光栄。それでは楽しいゲームを始めよう。アーバ、来るぞ。来るったってどうすれば。え、うわっ、ぶねえ、おい、ちょっと待てよ。俺ライムとか関係ねえし、やめろっつーの。
ライムネ、スレイベル。は？セラマキアオバ。なんで俺の名前？つか、なんだよそのスライなんとかって。ライムなんてやったことねえよ。だからやったことねえって。ダメだ、話になんねえ。逃げるぞ。レイ、どうにかなんねえのか、ここから抜ける方法とか。思考しているが、ログアウト自体が無効化されているようだ。マジ何なんだよライムって。うわっ。でアオバ、大丈夫か？結構本気で言ってんだけど。ライムでは実際の肉体にダメージを受けることはない。全て脳内の錯覚だ。それ以上の影響が出ないように制御されている。だがこのフィールドはダメージ値の制御が何らかの理由で外されているようだ。それってつまり、こちらでダメージを受けると肉体にも何らかの影響を及ぼす恐れがある。最悪じゃねえかや。逃げても無駄だよ。チッチセット、ラジャー。レ、大丈夫か？レン、K セットだ。アオバ。いいから、早く。了解。ふざけてるな。オールメイトはアーマーなしで旧型、舐めてんのか。ツッピンとか言って完全にふざけてるね。さっさと潰すか。なんだよ今の。アオバが俺に攻撃の指示を出した。攻撃？なんだそりゃ、そんなの知らねえぞ。でもさっきのなんか口が勝手に動いたような感じで。アオバ、また来る。指示を。指示って言ったって。でもやんねえとやばいんだよな、さっきみたいに。レン、防御だ。了解。
ずい。敵の本体防御壁 100% 損傷。期待するだけ無駄だったな。行くぞ。撤収撤収じゃないよ、待って。敵の本体防御壁すごい勢いで回復。40 50 70 90。どういうことだ。どうなってる。破壊と死を。ぐっ。なっちゃった。つか、どうなったんだ。店の前。レン。レン、おい。大丈夫か。特に大きな問題はない。本当にどっか壊れたとか。一部データが破損している。それって十分問題じゃねえか。家帰ったら見てやるからな。念のために頼む。いや、つか俺の脳内データも破損しているっぽいんだよな。ウサギ頭と戦ったのは覚えてるんだけど、結局どうなったんだっけか。俺のデータが破損しているのもそこから先だ。そっか。ちょい待った、思い出してみるから。ダメだ、全然思い出せねえ。それは仕方がないことだ。そうか、なんで。一般男性の記憶容量を仮に100とすると、青葉の場合は。今ここでそういう話かよ。って、あ。青葉。あれ?なんか、目が回る。レム、お前、いつから足。8本。アバ。
少し待っていろ。何やってんだ、俺。
自分起きろ、寝坊すけ。はい、こら。で、起きろっつってんだろ、こら。しばくぞ、ボケ。うん、でーな。あれ、ベニ。ああ、離せ、こら。客に対してどういう扱いだ。ってことは、紅爵来てるのか。当たり前だろうが、話せ。もうこんな時間か。お前がなかなか起きねえから俺が起こす雨になったんだぞ。分かってんのか。ああ、よう、おはようさん。はよ。その顔、今日も絶好調だな。おかげさまで。これ。文句はご主人様に言えよ。つか、そいつ使いっぱにするなよな。しょうがねえだろ。寝起きのお前めんどくせえし。んなことねえだろ。青葉、起きたんなら手伝いな。飯はもうできてるから、箸と茶だ。はいはい。いつ来ても変わらねえな、タエさん。あの元気な声を聞くと安心するぜ。毎日怒鳴られてみろよ。結構きついぜ。いただきます。
うまい。やっぱりタイさんの料理は最高だな。いきなり押しかけてきて何言ってるんだい。俺はちゃんと言ってあったんだぜ、青葉に。近々って言ってただろうが。そういうお前もグースか寝っぱなしだったじゃないか。いくら呼んでもちっとも起きなかったよ。それはまあそうだったんだけど。でもこうやってちゃんと飯作ってくれるの本当ありがたいよな。勘違いすんな。消費期限が切れそうなやつがあったからちょうどよかっただけだよ。だからタエさん好きなんだよ。うるさいわ。今日は泊まってくのかい？そのつもりだけど。ったく、お前はずうずうしいって言葉を知らんのか。ま、いつものことだしな。ただ俺は仕事あるから、朝はお前が寝てても叩き起こすよ。逆だろ。なかなか起きねえお前を俺がいつも優しく起こしてやってんじゃねえか。だよな。お前ら。コジャクは？2階へ行ったよ。お前の部屋にいるんだろ。そっか。あ、そうだ、ばあちゃん。なんだ？この間さ、すげえ頭痛くなった時あって薬飲んだんだけど、効きが悪かったんだよね。全く効かなかったのかい？そうじゃないんだけど、いつもみたいには効かなかった感じ。そうかい。それじゃあ薬の配合を少し変えようかね。頼みます。てって。頭の中で戦うっつったって、なんだかんだで痛えんじゃねえかよ。
ん？おう、風呂上がったか。今にいると思ってた。ああ、ちょっとこれ、な。お前ここ好きだよな。そうか、そうかもな。なんにも見えねえのに。まあな、でも何も見えねえのがいいんじゃねえの。うん、そうなの。よくわかんねえけど。俺また？ん？髪だよ。もう少しちゃんと拭けって言ってるだろうが。本当お前の髪、仕事柄気になってしょうがねえよ。やめれ。髪結構伸びたな。またちょこちょこ自分で切ってるのか。ああ、まあな。つか本職にあんま見られたくないんだけど、適当だから。いや、そう悪くはないぜ。ちゃんと整ってる。本当？きゃあ、光尺さんに褒められるなんて嬉しい。なんだその棒読み。お前のファンの真似。お前な。お前、せっかく綺麗な髪なんだから大事にしろよ。いつも思うけどさ、お前よくそういうこと平気で言えるよな。そういうとこはほんと昔から変わんねえな。本当に思ってるから言ってるだけだ。お前だって昔は俺が褒めるとはにかみながら喜んでくれたんだけどな。ガキの頃だろ、覚えてねえし。どうした？いや、ちょっと。ちょっとじゃねえよ。そういや、さっきもぐったりしてたよな。なあ、なんだよ、ずいぶんもったいぶるな。そんなんじゃねえけど。
いや、今日さ、変な目にあって、その、なんつうの、ライムに巻き込まれたっつうか。ライムに巻き込まれた？それがいきなりでさ、配達中だったんだけど、気がついたらライムのフィールドにいたっていう。夢の話じゃねえよな。違う。つうことは、って、そんなことあるもんなのか？俺もよくわかんなかったんだけど、お前んとこの縄張りの近くだよ。あの辺の細い路地。そんな話聞いたことねえけどな。他にもなんか変でさ、薄井がいなかったんだよな。そりゃ変だな。あいつがライムの開催してるようなもんだろ。変な装置もあいつと一緒に出てくるし。だよな。それで、そいつはお前、もしかして辻斬りってやつじゃねえのか？辻斬り？俺もチームのやつらから聞いただけだし、詳しくは知らねえんだが、薄いなしで一方的にライムを仕掛けてくるやつらがいるらしい。そいつらのライムはルールも制限もない状態だから、仕掛けられた相手は半殺しにされることもあるって話だ。じゃあ俺のもその辻斬りだってのか？可能性はあるだろうな。しかし気に食わねえな。何が？今回はなんとか逃げられたからよかったけどよ、もしまた仕掛けられたらと思うとな、すげえ危険じゃねえかそれって。でも俺ライムやったことねえのに、なんで誰かと間違えられたのか？誰かで構わずって可能性もあるかもな。それと誰かからものすげえ恨みを買ってるとか。ねえよ、お前じゃあるまいし。ひでえな。でも相手はお前の名前知ってたんだろ？まあそうなんだよな。うん。孔雀？悪い、やっぱ今日は帰るわ。ちょっとやることを思い出した。お、おう、そっか。体、本当に大丈夫なんだな。なあ。なら信じるけどよ。何かあったらすぐ言えよ。わかってる。よし。んじゃあな、おやすみな。ライムか。なんとかセットなんだっけ。
最新型のオールメイトか。青葉。おはよう。おはよう。今からちょっと見るぞ。ちょっと反射の反応速度が落ちてるかな。これでよしっと。どう？どっか具合悪いとこあるか？ん？少し違和感があるが、許容範囲内だ。そっか、チップ変えたばっかだしな。もし不具合が出たらすぐ言えよ。わかった。いつもありがとな。こちらこそ。これからもよろしく。こちらこそ。お前、いっつも返事それだよな。何かおかしいか？いや、全然。蓮っぽくていいと思う。その発言に対しては礼を言うべきなんだろうか。そうだな、褒めてるから。ありがとう。こちらこそ。